まあ、これはとある国の軍人さんのお話、軍人さん、はい、軍人さんのお話なんですけども、軍隊で、まあ、例えば銃の練習したりだとか、まあ、格闘の練習したりだとかって、はい、まあ、あるじゃないですか、まあ、体鍛えて。その軍人さんはめちゃめちゃもう戦闘能力がバカ高い、ズバ抜けて天才レベルだみたいな軍人さんだったんですね、うん、なのでとある日上司からちょっと来いと、お前に話があるっていうことで呼ばれまして、お前は明日からこっちに行けと、こっちっていうのは何かその組織名を言われていたわけではないんですけども、そこに派遣されるようになって、知ったのが、世の中に公開されることのない秘密の軍隊、秘密の軍隊、はい、っていうのがあるらしいんですよ、だから僕たちが知ってる陸軍というか、まあ、海軍とか、なんかそういういっぱい軍あるじゃないですか、まあ、そこの絶対表には出ない、もう秘密の、部隊みたいなのがあるらしい。でそこで何をしてるかっていうと、まあ、普通の軍隊って体鍛えたり、まあ、銃撃ったりするのってなんでやると思いますか？それはやっぱ敵に勝つためみたいなのじゃないの？そうです、どちらかというと守るための訓練なんですよ、国を守るとか、まあ、人を守るとかっていう訓練なんですけど、そこで訓練することは人を攻撃する、もう本当に暗殺のプロみたいな。じゃあ僕たちの知ってる感じじゃない？じゃないです、なのでボールペンをポケットにあるだけで、まあ、普通の人と戦うとしたらもうやれちゃうらしいですあのもうやれちゃうっていうのはどういうことですか？ボールペン1本で相手が×ってるとか、はい、ぐらい の訓練を受ける場らしいんですね、でそこの秘密の軍隊で派遣される場所、もちろん戦場がありますんで、戦場に行くんですけど、それはもう一般のニュースとかには絶対ならないような世界の奥地というか、秘境みたいなところの本当に誰も知らない戦争みたいなのがあるらしく、そこに駆り出される軍隊らしいんですね、スーパーソルジャー計画やんけ、はい、そうですね、アベンジャーズですね、本当に。で、世界各国行く中で次はここ行ってくれと、って言われたのがエリア51、はい、エリア51ってあの名前聞いたことある方、まあ、いるかもしれないんですけど、アメリカのね、アメリカで、まあ、宇宙人と一緒に UFO 作ってんちゃうかみたいなね、噂がありますよね、みたいな噂、はい、あるじゃないですか、でそこでその軍人さんが、まあ、エリア51に行って実際に見たもの、それが宇宙人の遺体が本当に保管されていたと。意外と噂通りなんだ、はい、へえ。もちろん UFO もあったと、で働いている人の中に、まあ、これはどういう形をしてたかっていうのはちょっとわからないんですけども、人間じゃない生命体も、まあ、働いてたっていう言い方が合ってるのかちょっとわからないんですけど、マジ噂通りじゃんそれ、はい、その軍人さんが、まあ、体験したというか、まあ、そこで何したかっていうと、UFO に乗った、ただ UFO の乗り方っていうのも、UFO 乗るって一般的なイメージで言うとなんか飛行機に乗るみたいな、普通にガチャって開けて、この入っていくみたいなイメージじゃないですか、じゃなくて座ってなんか夢を見てるじゃないですけど、なんか意識的になんか UFO に乗ったみたいな話をしてるんですね。なるほどね、はい、でなんか肉体的にこの UFO に乗るっていうよりも、なんかこう意識的にその宇宙人とコミュニケーションを取るっていう言葉が合ってるのかちょっとわからないんですけど、まあ、そういうことは実際に行われていたっていうところがそのエリア51のお話でした。でその後その軍人さんがいろんな世界各地のエリア51だったり戦場を経験して、その日常に戻る時も、まあ、もちろんあるんですけど、そのギャップ日常とその誰も知らない世界の裏の戦場だったりっていうところとのなんかギャップみたいなところで、この精神を病まれてしまった。なるほどね、はい、でその軍人さんの上司にあたる方っていうのが CIA の幹部の方らしくて、その幹部から軍人さんが言われたのが、なんかお前はもう精神がボロボロになってると、で軍にいるにあたって精神的にも屈強でないとこうやっぱりやっていけないわけですね、ただお前はもう向いてないと、そこまで機密情報を、知っているってなると軍隊からこのすぐ辞めるっていうことはできないわけで、じゃあどうしたかっていうと、俺がお前を死んだことにするから お前はもう出ていきなさい、って言って、そういう手続きがもしかしたらあるんでしょうね、多分 CIA では、だからこの人をもうこの世に存在していないことにして、この人は今世界のどこかでひっそりと暮らしているというお話でした。
へぇー、はい、怖っ。世界の秘密を知りたい欲望って誰にもあるじゃないですか。で、知ったら元には戻れないっていうこともあるよねっていうことの、まさにそのお話ですよね。そうですね。それが本当かどうかは別として、知ってしまった先に何があるのって言ったら、なんか幸せはない気がする。そうですね、うん、なんか今聞いてて、友達付き合いもなくなったり、好きな人と別れたりとか、今まで捨てるとでしょ。それはなんか秘密を知った代償ってでかすぎる気がするね。そうですね、これは言っちゃダメって言われたんですけど、うん、その方が今住んでる場所がここ日本に住んでいるらしく、だからもしかしたら皆さんの気づかないところで、身の回りで何かそういう世界の裏側を知ってるような人が身近にいるかもしれませんねっていう話でした。言っちゃダメって言われたんですよ。はい、あ、言っちゃいけないって言われたけど、まあ初めてちょっとここに出ていたんでダメだよ、言っちゃやば、はい、やばくないですか。いや、僕もあの聞いた時、本当にそういう話があるんだって。まあ僕らもやっぱり都市伝説いろいろ、はい、あの調べていく中で、うん、嘘か本当かっていうところで、うん、まあもちろんやってる部分もあるんですけど、うん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 、ネットとかではなくて、うん、人の話で聞いたっていうのがやっぱりすごい衝撃的で、うんうんうん、この世の裏側っていうんですかね、うんうん、なんかそういうところに闇っていうのが本当にあるんだなっていうのは。なるほどね、はい、でも僕もそうだけど、やっぱり知ってても言えないことなんかめちゃくちゃ増えてくるよね、うん、だからこれからもっと増えるんじゃないですかね、こういうのね。だから全てを真実としてしまう代わりに、失うものの代償っていうのがあるかもしれない。もういい塩梅で止めといて、ちゃんと笑えるレベルにしとかないとダメっすね、うん、やっぱね。いや本当にそうだと思います、はい。